皆さんおはようございますこんにちはそしてこんばんはイエスキリストあなたを愛しています私もあなたを愛しています神野直樹です今日も皆さんにメッセージをお届けしたいと思います今日の題は歌いつつ歩まんです、えー、聖書の箇所は詩編136篇の10節からですまあ、昨日の続きになりますダビデは いつでででも感謝できたたはなかったむしろ感謝できないことが多かったそんな時に我が魂をしを褒めたたえようってこう意識的にね感謝を選び取ったんだってお話しましたでダビデが感謝をするよりどころとしてたのはね感謝の理由があったわけです、まあ、それが腑に落ちるとね感謝ができるわけですよね もちろん理由をつけない感謝ができたとしたら皆さん最上なんですよただ感謝します何の理由もなく神様ただ感謝しますあなたが良いお方なのでただ感謝します皆さんそういう感謝ができたらそれは最上ですしかし人は弱いので一足飛びにそこまではいけないだから聖書は感謝の理由を語るんですね詩編編の10節以降には 出エジプトの出来事が書かれています神様は自然界を完全に収めてコントロールしておられる、まあ、今脅威になっているコロナウイルスを神は完全に解決してくださるそう信じますあの出エジプトの出来事の前にはなんと10の災いが起こっているんですよで神様はその出エジプトの出来事一つ一つを改装させながら 一人一人に対して個人的にね、私は関わるよってことを教えてんです。個人的です。えー、神様はですね、世界の超大国、当時ですよ、エジプト、そのパローの手から、なんと200万、300万の民が奴隷となってたんですけど、一度に脱出させたんですね。そして神様はですね、 足の海を2つに分けられたって言うんですでクリスチャンになったばっかりの人がねあの教会でこういう話したんですね「いやー聖書はすごい足の海を2つに神は分けてくださったんですねハレルヤー」って言ってたらねそこに理屈っぽい新学生がやってきました実はね学校で勉強してきたんですけどねこれはね後悔じゃないんですよ実は浅瀬なんです まあ普通だったらそこでやられちゃいますよねあ、なんだでもね、その人はひるむことがなかったんです。もっと素晴らしいじゃないですか。神様はそんな浅瀬でね、エジプトの軍勢を滅ぼしたんですからって。どうやってその浅瀬で溺れたんでしょうねって。もうね、理屈に負けないんです。喜んで体験がある人は。まあ、この進学生を別に悪魔呼ばわりするわけではありませんけどね。 悪魔っていうのはあなたの感謝に水を差してきてねあなたが感謝できないで不平不満文句を言わせてそうするとね力のないクリスチャンになっちゃうんです皆さん悪魔にそのような感謝と喜びを奪われてはいけませんね主はもともと約束してくださったヨルダン川の西側をカナンの人たちに与えただけじゃなくて さらにです、ね、東側の地もイスラエルに相続させてくれたんですね東側はルベン・ガド・マナセの半部族たちがその地を受け継ぎます皆さんこういうことを見るとね侵略戦争っていうのはね何か正当化されそうな感じしますね神によって聖戦だそして先住民を追い出して住み込め 皆さん、これはね、歴史の中でただ一度だけ神が命じたことでね、これは特別なことです。これは繰り返されるべきことではありません。でも、その一回だけは神の御心でした。今、私たちはね、周囲の国々を乗っ取って占領して追い出すんじゃなくてね、悪魔にとらわれた人たちを伝道によって解放して、この地に福音を満たす。 御国が来るるようにお祈りする皆さんそれがね今日私たちがやるべき伝道なのではないでしょうか侵略なのではないでしょうか年間100回私たちはロボ伝道をしていますがまあこの2ヶ月ぐらいは、えー、どちらかというとねこのオンラインで伝道していました。時がくくても悪くてもも悪ね あらゆる方法で伝道したらいいのでねそれも良かったと思います皆さんも伝道していきましょうねこの地を神のものに奪い返していくでイスラエルの民がねそこを占領してそこに住み始めた後に周囲の国の人たちはどうしたかっていうとね嫌がらせをするようになったんですねイスラエル人を教えてあげるようになったそうすると神は獅子を送って そししててイスラエルを救い出してくれたんですね皆さん神は置かれたところでその人のところに来て具体的に助けてくれるんだ皆さんこれを感謝せずにおれるでしょうかその恵みは常しえまでだ忠実なんだ神の恵みは変わらないんだ皆さん絶対に変わらないから信頼していこうじゃないかそして感謝しようじゃないか 聖書は語るんですね神様は天の神ですもう空間に左右されないこの天地が滅びてもなお揺るぐことのない天の溝に神は座しておられるそしてその恵みは常しえまで永遠に変わらない皆さん私たちがどんなにね大きな過ちを犯したとしてもまたどんなに大きな失敗をしても神の恵みは変わらないんです 自分で自分を許せないとしても神の心はあなたよりはるかに大きいですあなたを許してくれるでももし在籍感があったら今日神の前に悔い改めましょうそして神の恵みを刻んでいただきましょう心にですよ昔神は石の板2枚をモーセに与えてそこに石板で実戒を書きました 今日、神の指、精霊はあなたの心の板に神の御言葉を、恵みを刻んでくださる。皆さん、その刻んでいただくことによってね、あなたは神の言葉が焼き印となり、刻み込まれていつでも見ることができる。それが体験となり、確信となっていく。お祈りいたします。天皇お父様。 あなたの恵みはあまりにも大きすぎて時々理解しきれず受け止めきれないことがありますしかしどうぞそのあなたの恵みの深さ長さ高さ深さ大きさを教えてくださりこの恵みに感謝しながらこの地上障害歌いつつ歩み続けていくことができるようにイエス様の皆で祈ります。歌いつつ ご視聴くださりありがとうございました素敵な一日でありますようにごきげんようさようならまた明日お会いしましょう